続く道、ギュイーンと下がってギュイーンと上がっております。時刻は9時4分か、ラフォーレ福寿の里、ここで今ちょっとコーヒー飲んで休憩をいたしました。これからですね、見ての通りめっちゃいい天気、ラフォーレ福寿の里をですねあと50キロぐらい、向かっていきます。岐阜はですね、スケチ橋の方まで今から行ってみたいと思います。天気やで今日は。よいしょ、レッツラゴー。しゃー、はい、皆さんおはようございます、サンクルです。今日はね9月21日月曜日ですかね、9時過ぎです。ほらね、いい天気やで、爽快な秋晴れですね。今日はね朝起きて出かけるときに全く汗かきませんでした。ね、いつもだったらね、こう出かける、時に汗だくになってね、もうヒーヒー言ってたんですが、先週までね、本当出かける時に、汗だくになってね、そんな格好で、もうひとしきりしんどかったんですが、今日全く爽やかですね。そりゃそうですね、ここら辺今、16、7度ぐらいになって朝来た時にねなってましたから、もうめっちゃ爽やかですよ。これはね寝てる場合じゃないですね、やっぱり出かけないと。ということで今日はですね、目標は目的地はですね付地橋にあります温泉に行ってまいります。はい、温泉ツアーですね。まだ行ったことはないんですが、名前がオンポイの湯というのがあるそうです。まあ、付地橋何度か、通ったことはあるんですが、そのメインの道路からちょっとこう1本こう外れてますのでね、ほとんど目立たないようなところになってまして、ちょっと初めて行くところなのですが、今日も一日よろしくお願いします。はい、さあこの先はねほとんどあまり行ったことはないのですが、今年はね何回か、走らさせていただいておりますので、こっちの道はね本当にいい道ですね。全然その道幅が狭くなくて広くて交通量も少ないし非常にいいところですね。見晴らしもいいよねこれね。岩村町のところ来ましたけれども、この右手がね岩村城、城下町じゃないけど古い町並みみたいな感じになっております。ね、半分青いのロケ地ですね。ここはもう何回も来ましたね。明智です。明智といえば今大河ドラマで有名な麒麟が来るというところですね。まあ、ダム湖、ダムカードですな、ダムカード。
ダムカードね、どこでもらえるのかがさっぱりわからないので、あ、行楽にはいいね、秋の。ああ、なるほど。257号線、ふるさと納豆。おお。これはこれはいい道です。秋川ダムの先を越えると秋川大橋。おお、いいねいいね。これ最高ね。越えるとですね、ぐるーっと大きくカーブしてますね。おお、これ写真撮りたいな。ちょっと止まるわけにはいかないのでね。うん、これは初めてですね。あ、ここで、うん、ダムの休憩所みたいなお休みどころですか。なるほどなるほど。南天高架橋、おお、いい景色だこりゃ。貝島を右方向ですか。は絶対いいなあ。あの山とかね、御嶽、あ、いいなあ。御嶽も、ゲロつけち、常磐座、常磐座って何？芝居小屋？あ、芝居小屋、常磐座だって。へえ。もう全然久しく来てないので、どこ走ってるのかさっぱりわかんないですね。こんな道通ったかな？あんまり記憶がないです。行ってみればよくわかると思いますが、ね、キツラ非常にいい感じで、しております。まあ、と言っている間にあと5キロ、5キロですが、5キロの手前に、築地橋の道の駅があると思います。はい、ここですね。この信号の向こう、あー多いね。ちょっとまあ時刻は10時11分ですので、ちょっと休憩をいたしましょう。ちょいと先のところを左に曲がりますと、あと、うん、左方向ですか。はい、あと1キロ程度ですが、さてと、これのね、多分左側に温ポイの湯があるんですが、こう矢印がこうあったり看板があったりするといいんですけれどね。
ポンポイの湯、どこでしょう。あそこを、あそこを左、左方向、ここを左ですか。これを左方向。ここですね、目的地に。はい、お疲れ。まあバイクは、バイクどこ、狭いところで止まらなくても。ちょっとね、最近お腹がパツンパツンになってきまして、先ほど、温泉入った時にですね、自分のベルトを見たところ、ベルトが弾け飛んでおりました。情けない。ちょうどお腹のね、バックルのこうカポッとこうやってるところね、そこのところがブチ切れておりまして、風前の灯火になっておりました。あ、また新しいベルトを買わないといけないです。残念ながらこのベルトはお払い箱ということになっております。帰るまでとりあえずはなんとか持ってくれればいいと思いますが、あ、情けねえ。はい、ということでですね、今日は、敷地町にありますポンポイの湯ね、これ日帰り温泉なんですが行ってまいりました。世間は4連休中のですね3日目ということで、遠方からね、いろいろたくさんのところから来ておりました。家族連れもねたくさんおりまして、お子さん元気にはしゃいでおりました。久しぶりの旅行だと思っております。皆さんもね、コロナの方が落ち着き次第、いろんなところに出かけてみてはいかがでしょうか。今日はこの辺で、どうもご視聴ありがとうございました。バイバイ。イエ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 イ、アンクルでした。次回またお楽しみに。バイバイ。あと
2時間ぐらいかかって帰ります。イエイ。